皆さんまたお目にかかりました。スリックデモンストレーターの田原英二です。今日は花火撮影に使うレンズ、フィルター、レディーズ、そして三脚のセッティングについてご紹介いたします。花火撮影の時に私が使っているレンズはこのトキナーの 2470 のレンズを使っています。オートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り替えが非常に楽なんですね。今この AF というところにピントリングが来てますが、これを手前に引っ張るとマニュアルフォーカスに変わります。花火の場合はマニュアルフォーカスでピント合わせをすることもありますし、まあ、人によっては最初オートフォーカスで一発目ピント合わせだけに使っておいて、二発目以降を撮るときにマニュアルフォーカスにする。まあ、実際に撮影するときにピントリングが動いたら困るというのが花火撮影なので、このオートフォーカス、マニュアルフォーカスの切り替えが早いトキナーレンズというのが非常に使いやすいと思います。次にカメラのセッティングで、モードをマニュアルモード。絞りもシャッタースピードも自分で設定するモードにしますね、花火撮影の場合。そして絞りをセットしていきますが、その前にシャッタースピードを、今30秒になってますが、これを回していくと BULB バルブというのがあるんですが、このバルブという文字になるように合わせます。もう一遍つきましょう。バルブですね、これを使います。そして絞り値を今 F11 になってますが、 F11 とか F16 というあたり、このあたりを使います。花火撮影の時の絞り値の問題ですね。 F11 とか F16 といったあたりをよく使います。そしてもし連続して花火が上がるようなスター前になると F22 ということもありますけども、これがないレンズもありますし、さらに明るすぎると飛んでしまう、絞りに余裕がないということがわかりますね。そこで私がお勧めしたいのは ND8 フィルターを使うことです。 ND8 フィルターを使いますと絞り値が3段分ずれますから、1段、2段、3段分ずれますから、普段は F5.6 あたりで撮影しておいて、スターマイン、連続して花火が上がるような状態だと F8 ぐらいで撮影してもこれが白飛びしないということになります。でさらに絞りに余裕がありますので、まあ、これ作例をお見せします。F16 で ND8 を使ってない撮影の状態、これですね。そして、ND8 を使って F8 にセットした場合の状態、これです。白飛びはしてないというのがわかるかと思いますが、こういった差を見比べていただいて、ぜひこの ND8 フィルターをお使いいただければと思います。花火撮影の現場のつもりでセットを作りました。まあ実際の土手を再現できないので、この段差をこうやってつけてますが、実際の花火大会でも後ろの土手がだんだん上がっていくようなセッティングになる場合があります。私は一般的に三脚は前足があって前に1本出すようにというお話をしてますが、段差がある場合は前に2本出して後ろに1本という立て方をすることもあります。でこの場合、例えば、まあ、花火の場合は座って撮影するということが多くなると思いますが、1段2段半ぐらい前足を伸ばしたとしまして、でこの前足の長さを今揃えています。で後ろはそうですね、1段と半分ぐらいこうして伸ばして、はい、立てますよ。でエレベーターがまっすぐになるようにこの後ろの足調整します。エレベーターが垂直になればこれで OK です。こういった感じでセッティングをします。で自由運台の場合はこれはカメラを乗せた時にどうでしょう、ハンドルが邪魔になりませんし、真上に近い位置、まあ花火が近い位置で上がる場所ですけどね、こういった角度、かなり上の方に向く角度でもセットできます。はい、これは 3way 雲台装備のライトカーボン E84 の例ですが、この場合はハンドルが当たりますので、ある程度の角度までは上に向くんです。遠い花火だったらこれでもいいんですが、近くに上がる場合もっと上に向けたいという場合にこのまま上げることができません。必要に応じてこれクイックシューを外した状態で、はい、雲台を前後逆にします。ハンドルが
花火側に来るんですが、こうしてやりますと実はかなり高い方向まで、上の方向までカメラの向きを変えることができます。まあ、必要に応じて雲台の前後を入れ替えて使うといった工夫もしてみてください。花火の撮影はそれほど背を高くしないので低い状態で使いますので、細いパイプのものでも2段ぐらいで使うんだったら大丈夫かなということもあります。今ご紹介しているのはカーボンスプリント 634FA ですが、こういった機材でも場面によってはしっかり使うことができます。足は2段ぐらいしか伸びないという状態ですからね。で、このカーボンスプリント 634FA、まあ、小型の一眼レフタイプやミラーレスであれば十分これで対応できますが、これで、縦位置の場合に気をつけていただきたいことがあります。こうして普通に締め付けた後、ちょっとカメラを時計回り方向に回して最後締め付けてください。そうするとしっかり締まります。ただ思いっきりやりすぎるとカメラの底を痛めることがあるので、少しっていうのがポイントです。そしてこれ縦位置ですね。もし花火を縦長に撮りたいという場合は、このタイプの自由雲台はシャッターボタンが下側に来るように構えます。実はレンズの重みで今ちょっとこう下がりますけど、レンズの重み方向でネジが締まる方向に下がります。これ逆向きですとネジが緩んでいきますので、ガクンと大きく構図が変わることがあります。ある程度締まったらもうこれ以上動かなくなりますので、これで最終的に構図を決めてその位置でキープすることができます。今日は特別編的な感じでお話をしました。いかがでしたでしょうか。ぜひスリックの三脚とトキナーレンズ健康フィルターを使って花火撮影チャレンジしてみてください。